皆さん、こんばんは、おやっと様です。5月15日以来の、KKB カプリライブということで、皆さんわざわざインストールをしてね、スマホで見てくださってる、方々本当にありがとうございます。まだまだね、この世の中ちょっとね、先の見えない調子でございますけれども、せめて、こうやって画面上でね、お目にかかって楽しくひとときを過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。シーゲルオノウィズロクロー、ワン時まで。お別れのその訳は話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき全てをなくすか、ドアを閉めて二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。また会う日まで、会える時まで、あなたはどこにいて何をしてるの、それは知りたくない、それは聞きたくない、互いに気遣い昨日に戻るから、二人でドアを閉めて二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。二人でドアを閉めて二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。1曲目からまた会う日までっていうね、さよならの曲でしたけれどもこれなんでかっていうと、堤恭平さん、僕も大好きな作曲家の先生でございましたけれども、惜しくもね、亡くなられてしまったということで、追悼の意味も含めましてという1曲目に、尾崎清彦さん、歌われましたまた会う日までをお送りいたしました。さあ2曲目はガラッと趣向を変えて、金庫舞い飛ぶ頃よ、みんなは他者か変わりはないか、ふるさと恋しや花一門目、叩く城から武士の泣き三味線が風にちぎれて聞こえてくるよ、湯飲みの酒にぐらりと酔えば故郷が浮かぶ、寂しさひとつ涙が落ちる、会いたいよ会いたいね、東京の空に叫んでみたよ、星が流れる心も寒い、中空の花
春を吹雪にさらし夜行に乗った遠い昔の夜空が恋しい切ないよ切ないねあの子は夢の中涙でわびてる重ねた不幸帰るに帰れぬ土産もなしにふるさと恋しや花一門目ああ お泊まり港追いわき山よ花咲く頃は船は夢こぐカモメは騒ぐ辛さをこらえいいことばかり手紙に書いてあれからいくつ何年過ぎた帰ろかな帰りたいふるさと夢の中帰ろかな帰りたいふるさと夢の中はいありがとうございました、これは望郷ジョンからもともと北島三郎さんの曲で、まあ、細川たかしさんとか山本譲二さんとかいろんな方が歌ってらっしゃいますよね。ロクちゃん、はい、今日も、はい、はい、どうもしだれ焼きはたくさん売れましたか。ああ、よく今日も頑張りましたね。本当ギリギリのところまで頑張りました、はい、そうファイヤーっていうと炭火焼きでものすごいね、急激にたくさんの火で焼くという熱い熱いしだれ焼きというあのごて焼きでございます薩摩仙台市のね、市民ホールだっけあれはのそば。そうですね、うん、市民グラウンド そう、あ、向田公園のそばと向田公園ですね、あの辺ですね、はい、すごくやっぱ繁華街の中心街に、しばらくというね、居酒屋さんをやっておりますので皆さんぜひ、一度お立ち寄りください。今日金曜日だったけどね、本当にね申し訳ないですあ、もうこちらこそ申し訳ないですあの仕事ができなくてね、このカプリライブに駆けつけてくれるために、泣く泣く途中で、しだれ焼きを焼くのを手を止めてね、いや申し訳ない本当に、いやいや申し訳ないです、なんかさ今さ天の声が聞こえませんでしたか。ああ、ね、俺ね、ね、もう甲高いけど、うん、会いたいように合わせて、会いたいよってね、うんうん、高い声が聞こえましたか。会いたいのか歯が痛いのかよくわかりませんけど、そういうことでお招きいたしましょう。今日のスペシャルサポート、エノキリカ。よろしくお願いします。リカちゃんはね、KKB さんでも何度かお世話になってるあの小学生マジシャン、夏キングのね、ごぼどう様でございます。はい、今日はね、はい、よろしくお願いします、うん、そただごぼどう様だけじゃなくて昔あの福岡でブイブイ言わせてバンドをやってたんですよね、はい、でそういうあのキャリアがせっかくあるのでということで今回はお声をかけさせていただきました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、僕は喋んないときはなんか埋めてくださいよね。すいませんね、はいはいはい、ということで、せっかくリカちゃんが来てくれましたのでこんな曲をやってみたいと思います、はい、ため息の出るようなあなたの口づけに甘
ザ・ピーナッツのね、豆二つって感じでちょうど僕らにいい感じちっちゃいからね、ちっちゃいから、ちっちゃいからね、そうそう、ちゃんと打ち合わせ通り、あの恋のバカンスでこう見つめ合うっていう演出をちゃんと覚えててくれましたね、はい、覚え、あ、ちょっと見てみようかなと思って、ちょっと見てみようかなと、うん、ちょっと見てみようかな、はい、ありがとうございます、ちょっと見てはい、いいと思います、はい、ありがとうございます。さあ次はね、今年はあれですよね、社会現象になりました、こう世を席巻しました、この騒動の中でもね、観客動員数も歴代3位とかすごい邦画が出現しましたね、原作は少年ジャンプに、連載されてました、例のやつです、例のやつの歌をですね、N級理科が切々と切々と歌い上げますという、はい、お送りしましょう、グレンゲ。強くなれる理由を知った僕を連れて進め、心震える手は掴みたいものがある、それだけさ、夜の匂いに I spent a third night 空にランデブー Starting into the sky 変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ、強くなれる理由を知る、僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう、悲しみよ、世界に打ちのめされて負ける意味を知った、グレンの花を咲き誇る
誇れ運命を照らして、心優しいだけじゃ守れないものがある、わかってるけど水面下で絡まるぜ、あくに見える疑念に出ます。 Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why I don't need you。 いつらの花より挑み続け咲いた陣が美しい、乱暴に敷き詰められた棘だらけの道も本気の僕だけに現れるから、乗り越えてみせるよ。簡単に片付けられた守れなかった夢もフレンド心臓に根を生やし、この地に宿って、破れて悲鳴の風吹く、誰かの笑う影、誰かの泣き声、誰もが幸せを願ってる。どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう。悲しみよ、世界に打ちのめされて負ける意味を知った、グレーの花を咲き誇れ運命を照らして。運命を照らして、拍手は起こらないんだね、これね。口で、口で。そうですね。うん、シーンみたいな。はい。まあ、そういう時代だということですよね。はい。はい、それもまた、ね。はい。それもまた。ライブ。はい。次は、はい。そんな時代でございますのでですね、人と人とが会うっていうことがすごく大事な感じになってきました。そんな歌をお送りしましょう。シーゲル小野で今ここから。今年も今日ここに立って、みんなと向かい合えた、ただそれがとても嬉しくて思わず歌うよ。いろいろ事態は変わっても、今ここから
命の長さを知らずに生きてる。だけれども約束をすればまた会える気がするよ。時々大事なこと忘れながら、それ忘れたくなる君がいる。道に迷い傷ついたりする。信じてみんなで歩いていきましょうという、そのような内容の歌でございました。今ここからで、これはね、あるお寺のご住職の先生と2人で、作らせていただいた曲でございます。だんだんエネルギーが切れてきて MC の声も低くなってまいりましたみたいな森進一になってきたね。おふくろさんよみたいな。とりあえずね、お水を飲んで。とりあえずお水を飲んでね、このカプリライブっていうのは一応ね、40分ぐらいのその、タイムテーブルっていうのがございましてね、走って、参りましたけれどもね、だいぶゆっくりした感じでいいのかなみたいな、喋る時間もあんのかなみたいな感じで、ちょっと巻き巻きじゃん。そうだ、ちょっと巻き巻きで、早口で喋って、いましたけれども、これ最初に僕が出させていただいたのが今年の5月15日ね、ということで、だいたいこの企画が始まった頭ぐらいの感じですよね。はい、それからもう早半年以上経って、もういろんなアーティストの方がこのカプリライブでね、パフォーマンスをしてくださっていますけれども、まあ、このおっさんに2回目のお鉢が回ってきたというかね、暇なんで出させてくださいっていうふうにお願いをしたんですけど、ね、はい、本当にね、まあ、ミュージシャンの仕事っていうのはね、なくなりまして、まあ、それは当然なんですけれども、それなりにみんなね頑張って、生きていかないといけないっていう、そういう時代でございますけれども、僕はいつ水を飲んだらいいんでしょうっていうね、そんな感じでどうぞいや今そうそう、本当に喋りすぎてるから ねもうカサカサになってきてる、カサカサになってきてるちょっとね、ささくれだってきてささくれださっきも本番以上に歌ってたような気がするなんかね、そう本番でカサカサになるってい い味が出てくるってやつですね。カサカサ声でいきましょう。空を見上げりゃ空にあるっていうかね、はい、はい、ということで、取り留めもない話はこのぐらいにいたしましてですね、私の鹿児島にそこここにある象の歌を歌います。田の神さ
か。古より風は吹く、自然の摂理が人を生ましたのなら、流れる水となれ。他の神さ、他の神さ、ほほさ、心あらば宿る命。人にはね、田の観察っていうのは非常にこう馴染み深いんじゃないでしょうか。はい、さあ、何回も申し上げておりますけれども、私は鹿児島県の出水市出身でございまして、出水の歌を何曲かね、頼まれるともなく作っておりますが、皆さんにもね、何回も聴いていただいている曲かと思いますけれども、初めての人もね、簡単な歌でございますので、ぜひ覚えてね、口ずさんだり鼻ずさんだり耳ずさんだりしていただくとありがたいかなと思います。はい、それでは、これもね、リカちゃんのすごい、超音波コーラスが入ります。帰ろうか、お送りしましょう。
どこか壁の向こう、田舎を飛び出してから早いくとせ、子供の頃がやけに懐かしい、一人になって、故郷で暮らしてると誰かに聞いた、騒いでるから胸はどうすりゃ収まる、帰ろうか皆様、手に汗握ってご覧のことと思いますが、一緒にたまには声を出してみましょうよ、ね、出しても出さなくてもバレませんけれども、どうせなら、お家の中でね大声でおらんでも大丈夫でございます、帰ろうか泉の里、北風に乗って帰ろうか泉の里、釣りに紛れて、こしこですのでね、皆様高らかにご唱和ください、いきますよ、ワン、ツー、スリー、帰ろう帰ろうか泉の里、つるに紛れてもっとおらんで、帰ろうか泉の里、北風に乗って帰ろうか泉の里、つるに紛れてサンキューベロマッチョ、シベリアへ飛び立ってゆく鶴を見送りたいね、帰ろうか泉の里、北風に乗って今ね、28,439 人のお声が聞こえましたよ、すごいね、素晴らしい、あの泉に来た鶴を上回りました素晴らしい、ありがとうございます
ネズミの鶴がね、1万5000羽ですからね、それを1万4000羽、羽じゃないや、人上回ったね、みんな見てくれてるから、ね、すごい回廊下が聞こえてきました。そうですね、妄想ですけど。あ、妄想好き、はい、ね、妄想はただですから、はい、ね、そうですよ、楽しいですよね、どこも宇宙でもどこへでも行けますから。え、何人ですか、さっき言ったの何人。え、あ、29,439人だった。あ、29,439人、はい、まあ、そ、こグダグダでこのカプリライブ終わることできませんから。はい、ね、前回の5月15日のライブと私自身が何が違うかと言いますとですね、こう全身の筋肉の端っこについている腱を引いて体の調子を整えるという腱引き師というのに、ならせていただいて資格を取りましてですね、お仕事をさせていただいているという、この567騒動の中でですね、ミュージシャンの仕事がなくなりましたのでですね、腱引きでも頑張ってみたいなというふうに思っておりますので、そのテーマソングとも言います、腱引きの歌でお別れしたいと思います。二人ともよろしくね。はい、はい、テンション低いよ。低くないですよ。1,2,3,4 俺はギターを弾くけど今じゃ剣も弾いてる。世の中に溢れている痛みを全部なくしてしまいたい。だから弾くぜ。膝が痛いあの人も腰をやったこの人も諦めるのはまだ早い。その痛み全部引き受けましょう。さよなら。剣引きの極意は捉えて離さず切って弾かず指先に愛を込めて。あなたも一撃改善の吟遊詩人&剣引き師シーゲル小野でお送りいたしました。また皆さんぜひ今度は直でお目にかかる日が訪れますことをお願い立て祭りましてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。